女子アナの罰、今年最後はこちらの部屋から。失礼します。どうしたの、何すか。本日の主役はサンドイッチマン富澤たけし。というか俺、なぜなら実況が下手で罰ゲームになるのは一体誰だ。女子アナの罰のナレーションは俺が担当しているのだ。罰ゲーム執行。罰ゲームを富澤さんにどれが一番良かったかっていうのを決めてもらおうかなと、はい、俺が選ぶんですか。そうですね。なんで俺が選ぶんですか。まあでも富澤さんこうナレーションやられてるじゃないですか、はい、なのでまあちょっと適任かなと思いまして。まあそうですね。よっしゃ、ついに俺がこの番組のメインになる時が来た。あ、じゃあいいっす。別に。じゃあいつ、もう今から。今からやるんですか。今からやるんですか。ここでやっちゃいます。もうここで。お金ないんで。面白かったなと思う罰ゲーム、街頭ロボットダンス3人出てくるやつあったじゃないですか。あれはちょっとなかなかあんまり大勢でっていうのがないんで、あれはちょっと斬新で面白かったですけどね。他あります。他ですか。好きだったのがあれ好きでしたけど、カッパの酒盛り。シルビアはやっぱちょっと群抜いてるじゃないですか。なんかシルビアが出ない回は見ないなんていう人も多分いると思いますよ、本当に。他なんかあります。あとはね、打ちっぱなし対決、ジャイアント林とシルビアですか。ジャイアント林はね、やっぱりまだちょっと1年目でしたっけ、2年目でしたっけ。1年目です。1年目ですよね。まだまだこれからだなっていうのもありますけども、ちょっとなんか伸びそうな気がしますね。ちなみに富澤さんのお気に入りの女子アナみたいな。僕はやっぱダントツはシルビアですけど、まあでもやっぱり同じ仙台出身の佐藤渚なんかは頑張ってほしいなっていうのがありますね。一番、あれが良かったですね。シルビアのレディーガガ、あれはもうちょっと罰ゲームというかかっこよかったですよね。緊急告知、来年から女子アナの罰の放送時間が変わります。1月からは毎週月曜日深夜2時34分から。あれ深くなってますよね。そうですね、前よりちょっと深くなりましたね。え、なんでそんなことしちゃうんですか。まあちょっと都合で。テレビ番組ってそんなコロコロ変わります、時間。多分まあ史上初だと思いますね。見たことないですよ、そんな番組。放送時間がコロコロ変わって本当ごめんなさい。来年はあっと驚くような企画を番組から仕掛けていくのでよろしく。